ちょっと見たい気もしますね、初対決ですからね、そうですね、はい、さあそれでは試合の模様参りたいと思います、はい、続きまして昨日1月31日に行われました DDT 東京昭島市大会の模様をご覧ください、はい、どうぞ。1月31日 DDT 東京昭島市大会の模様です。まずはエニューエアストリートファイト6人タッグゴルゴダの丘デスマッチ、矢口吉田鴨居組対船越高橋足立組の一戦です。コスチュームがそれぞれであります。この試合のルールですが、フォールギブアップを取られた選手が貼り付けになります。で貼り付けられた選手のチームの一人が相手をフォールすると解放されるという、こういうルールで行われました。お客さんよく入ってますね。本当に入ってますね、うん、矢口がこれスクールボーイでフォールされます。でまず矢口が貼り付けになってしまいます。またこれが似合うんですね。でここで吉田が高橋からこれフォールを取りまして、矢口が貼り付けから解放されます。蘇った矢口は今まで溜まっていた鬱憤を晴らしていきます。そして高橋に DDT を決めてこれフォール、スリーカウントが入りまして高橋は貼り付けとなります。これで3対2となりまして優位となった矢口組の攻撃が続きます。しかしここで、マスクマンが乱入してまいりまして、矢口にパウダーを投げつけます。しかし最後は吉田が回転式のツームストーンパイルドライバーを決めまして、これ船越をフォールします。スリーカウントが入りました。矢口組の勝利となっています。まあ、パワーではこの中では矢口陣地ですよね。そうですね。続いてメインです。 DDT 対メビウス全面対抗戦第2ラウンド、木村高木野沢組対織原ゼップパロミノ組の一戦です。織原選手は工藤さんいろんなとこ出ますよね、やっぱね、本当に、もうだいぶ腰の方が良くなられたんですかね。良くなってますね。練習もやってますし、若いあの人も育ててますし、いい動きになってますよ。はい、ゼップとパロミノ選手も非常に面白いコスチュームを着ております。かなりパワフルな動きを見せてくれます。ニューキック、おっとこれはまあかかりませんでしたが、ここで織原選手がすごい動きを見せます。面白い動きですね。そして因縁の木村と織原が場外でやり合います。でこの間にパロミノが、野沢に雪崩式のミステリオラナを決めましてホールに行きます。スリーカウントが入りまして対抗戦第2ラウンドはメビウス軍の勝利となりました。悔しかったら反省会を見せてもらってもらえば、はい、という内容だったんですけれども、福田さんどうでした？最後はやっぱりあの織原選手らしいマイクアピールだなと思いますね。ついやっぱり見ていますと期待しますよね、あのマイクアピールというのはね。だから DDT 高木も野沢も創始者ですけど、はい、なんか勝ち星あまりないですね、キマが入ってもね。ああ、本当にそうですね。野沢選手なんですが2月9日からメキシコ遠征へ行くそうですね、はいはい、これかなり長期にわたってメキシコに行くそうなんですけれども、あの海外遠征でやっぱり行きますと大体の選手が力つけて一回り大きくなって、というかハングリー精神に養っていくんですよね。技的には決してうまくはならない、日本の方がレベル高いんですけど、やっぱり一人で旅をするということでプロとしての自覚ができるんじゃないですか、うん、はい、ということでした。さあ続いてまいりましょう。